安社長、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1993年から株式会社ホームランドを創業されまして、現在代表されているんですが、簡単に具体的なお仕事の内容を教えていただけますか。はい、私どもの会社は当初は、リフォームをメインにやっておりましたけれども、ここ数年ぐらい前から新築もやり始めるようになりました。リフォーム、新築、戸建ての設計から、そういったことをされているんですね。はい、そうです。起業のきっかけとかですね、はい、やはり創業社長でいらっしゃいますので、はいはい、大変な時期とか、はい、そういった時はあられましたでしょうか。そうですね、やっぱし大変な時期というのは創業しまして1年目ですね、1年目までは融資を受けることができず、大変な思いをしました。その時はどうやって乗り越えられたんですか。そうですね、一部の自己資金とそれとお客様からの頭金、それを利用して1年間は自転車操業にしました。その後は比較的自転車は安定されて、はい、登ってこられたっていうような状態ですか。そうですね、堅実にとにかくやっていかないといけないということで、一つずつクリアにしてきたような状況ですね。だから特別良かったこともないけれども、少しずつ成長してきたような感じです。地に足をつけ一歩一歩と。そうですね。福岡だけを見てもですね、リフォーム戸建てをされている会社っていうのはかなりの数あると思うんですが、はい、その中でホームランドの特徴ですとか、はい、こういったところが他社とは違うんだっていうこだわりなどはどういった部分なんでしょうか。はい、私どもの会社は一般的にですね、大手さんというのはデザイン性がすごく高いんですね。デザインですね、見せ方がすごく上手です。はい、でリフォームの会社というのは地場のリフォームの会社というのは、小回りがすごくきくけれども、はい、デザイン性が非常に悪い、うん、で私どもの会社はその両方を兼ね備えた会社作りということで設立いたしました。大手のデザイン性と、はい、小さな会社の小回り、はい、小回りというのはお客さんの要望にきめ細かに応えることができる、それを両方兼ね合わせた会社ということですね。はい、デザインという部分を取り上げるとですね、ある程度いろんな会社さん言われると思うんですが、実際にですね、たくさんの賞を取られるほどデザインが評価されているわけなんですね。なぜこれほどですね、皆様に認められるようなデザインができるのか、その部分の秘訣を教えていただけますか。そうですね、基本的にはホームページとかでデザイン性を高く見せております。そうしますとどうしてもデザイン性に凝ったお客さんがいらっしゃって、基本的には難しいことではないんですけれども、それをおっしゃられる通りにできるだけ、忠実に再現してあげる。そうしてできたリフォームというのが、それが作品になるということです。でいろんなものに、出品したりとかした時に、はい、それが結果的には賞を取ってるというような状況でございます。お客様のイメージをそれだけリアルに再現するためにですね、はい、どういった工夫をされてらっしゃるんですか。そうですね、まずお客様がどういったものを欲しいのか、どういったリフォームにしたいのかというのをですね、まず確認するようにしております。で、雑誌の切り抜きを持ってきていただいたりとか、あるいは簡単な絵でいいですから描いていただいたりとかですね。お客様ご自身ですか。そういうことですね、それで私どもがイメージをつかんでそれを提案するという感じですね。うん、で実際工事にあたっても、はい、その商品を実際見ていただく、あるいは仕上がりに近くなって、色付けを見ていただいたりとかですね、はい、そんなふうなことまでやっています。では事前にそこまで確認された上で、さらに工事に入られても、はい、完成する前に何度か実際に施工現場を見ていただいて、はい、まあ、普通の会社だったら、はい、完成し終わってもうできちゃったんでっていうところを、はい、きちんともしそこでズレがあったら修正しながら完成していこうと、はい、そういうことなんですね。そういうことです。ではお仕事をされていてですね、
どんな時にそのやりがいですとか、はい、やっていてよかったということを感じられますか？やっぱし皆さん一緒と思いますけれども、お客様からお褒めの言葉をいただいた時にですね、もうその時には本当にやりがいがございますね。あるいはご紹介をいただく時というのも、基本的には気に入っていただいているから ご紹介をいただくということになりますからですね、そういった時です。ご紹介いただいた時に、はい、これはまあ評価されたと、そういうことなんですね。はい、株式会社ホームランドの今後の事業展開について教えていただけますか？はい、現在2店舗ございますけれども、今からは福岡周辺にですね、4店舗作っていきたいと考えております。はい、4店舗というのは、はい、どういう目的で4店舗が必要だと感じられたんですか？遠い地域のお客さんというのはやっぱしこちらまで来るのに時間がかかってしまいますね。でその地域地域にそういったこだわりのお店を作っていくことが、はい、よろしいかと。皆さんがその場その場で、はい、気軽にホームランで遊びに来ていただけるような。そうですね、そういうことです。ではホームランドは今後お客様から見てですね、どのような会社でありたいと思われますか？はい、一般的にはお客様視点ということはよく言われてはおりますけれども、実際そのようになっていないのが現状でございますけれども、私どもはとにかくお客様視点に立って、そのことを追求していけるような会社であり続けたいと思っております。わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。